どうもセリカスイミングのセリカです。本日の動画はバタフライのイルカのように楽に進むための脱力テクニックをご紹介していきます。バタフライをもっと楽に泳ぎたい、バタフライを泳げるようになりたい、そんなあなたに向けて本日は4つのテクニックをご紹介していきます。動画の後半には3つのおすすめ練習法をご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。チャンネル登録がお済みでないという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1. 違反だけど楽な泳ぎ方。 2. とにかく楽な腕の回し方。 3. ドルフィンキックのサボり方。 4. 我慢しない息継ぎテクニック。そして最後におすすめの練習方法3選をご紹介していきます。動画に関して質問のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。1つ目、違反だけど楽な泳ぎ方について解説していきます。1. とにかく沈む。 2. 選手はやっちゃダメ。 3. 頭から浮かび上がってくる。ということで、今ご覧いただいているこのバタフライなんですけど、このバタフライは大会でやったら失格にはなりますが、すごく楽な泳ぎ方になります。できるだけバタフライを楽に長く泳ぎたいという方は、とにかく沈んでバタフライを泳いでみてください。沈めば沈むだけ浮力が大きくかかるようになるので、浮かび上がる時にさほど力を入れなくても軽く浮かび上がることができます。なので楽なバタフライでは手の入水と同時にぐっと沈んでいく。そして浮かび上がってくる時は頭から浮かび上がってくるようにしてみてください。たまに体全体を使って浮かび上がってきてしまう方いらっしゃいますが、それだとなかなかうまくバタフライは泳げなくなってしまうので、頭から順番に浮かび上がってきてください。2つ目、とにかく楽な腕の回し方についてご紹介していきます。1. 横から切る。2. 全部書かなくてもいい。 3. 書き始めで書ければいい。ということで、とにかく腕が疲れてくると思います。バタフライを泳ぎ慣れていないっていう方だと、もう 25m の後半ぐらいからもう肩が痛かったり腕が上がらないっていうこと起こると思うんですけど、そんな方に向けてとにかく腕を楽に使う方法としては、まずは書き切らないということですね。途中で横から切っちゃっていいです。できるのであれば、まあ、最後まで全部書き切った方がいいはいいんですけど、そこまでやらなくても書き始めでしっかりとお水を捉えられていれば、横から切ろうが最後まで書こうがそこまで推進力っていうのは変わらないので、書き始めをしっかりと意識する、そして最後まで書かない、これができてれば大丈夫です。3つ目、ドルフィンキックのサボり方についてご紹介していきます。1. 第2キックはいらない。 2. 第1キックはお腹から打つ。 3. 足を揃える。ということで、これ意外と知られていないのが、第2キックはいらないよということです。今ご覧いただいている私のバタフライの映像でも第2キックほとんど打ってないです。むしろ楽に長く泳ぎたいのであれば、第2キックない方が、まあ、キックが半分ないということなので全然楽ですし、意外と第2キックでも少しでもタイミングがずれてしまうと抵抗になってしまうので、全然第1キックだけでも十分前に進むことはできます。で、その際に第1キックで注意していただきたいことが、しっかりとお腹から打っているかどうかっていうことですね。お腹から打たないと、もう足もすぐに疲れてきてしまうので、できるだけしっかりと足を揃えてお腹から打つようにしてみてください。4つ目、我慢しない息継ぎテクニックをご紹介していきます。1. 毎回呼吸。 2. 前を見て呼吸。 3. 結論1キロは結構厳しい。ということで、最後は息継ぎのテクニックをご紹介していきます。楽に、もう長くゆっくりでもいいから、とにかく長く泳ぎたいっていう方は、正直毎回呼吸の方がいいんじゃないかなと思います。バタフライを泳ぐこと自体結構辛いし、まあ、その分酸素の消費っていうのも他の泳ぎに比べたらすごく激しいものなので、まあ、毎回呼吸してリズムを一定に保てればバタフライは結構長めに泳げるんじゃないかなと思います。そして息継ぎの際は前を見て呼吸していいです。まあ、早い
泳ぎ方だとどうしてもね下を向いて息継ぎとかになってしまうんですけど、別に今回は深く潜ってバタフライを泳ぐということなので、しっかりと前を見て息継ぎをしてもいいです。結論から言うと1キロバタフライは私でも結構厳しいですね。ということで、おすすめの練習方法3選をご紹介していきます。まず1つ目やっていただきたいのがドルフィンキックになります。こちらは初心者の方ももちろん上級者の方もぜひやっていただきたい練習になります。意外としっかりとできている方は少ないです。このように軽く斜め前にジャンプをしていただいて、下まで沈んで浮かび上がってくる、指先から綺麗に浮かび上がってきてほしいんですけど、皆さんがあまりできていないポイントとしては、沈む時のこの腰の曲げ方がまずしっかりできていないっていうことと、あとは浮かび上がってくる時にどうしても全身が水平になって浮かび上がってくる、これだとイルカ飛びはちゃんとできていないということになるので、気をつけてやってみてください。続いて2つ目の練習がドルヒラという練習になります。こちらは基本的には平泳ぎのリズムとか手のかきは一緒なんですけど、キックだけドルフィンキックに置き換えて平泳ぎをやっていくという練習になります。こちらの練習では第二キックを使わないでバタフライのコンビネーションの練習にものすごく効果的な練習になります。結構強制的に沈むことができる練習になりますので、沈み込みがどうしても苦手だなと思う方はぜひドルヒラをやってみてください。あとはそれぞれのストロークのタイミングなど合わない方もぜひドルヒラをやってみてください。そして最後におすすめするのがフィンをつけた状態でのバタフライのコンビネーションになります。これフィンが使える環境のある方、あとはフィンを使うのが得意な方はぜひやっていただきたい練習になります。ものすごくスピードが出ます。もうイルカになったような気分で泳げるし、選手のスピード感も味わえるのでぜひやってみてください。これをやるときに注意していただきたいのは、しっかりとうねりを大きくするということです。フィンをつけて結構スピード自体も上がるんですけど、慌てずにゆっくり沈み込んでバタフライを泳いでみてください。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。スリカスイミングではお得なメンバーシップ制も取り入れておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックをしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。